つばめ、石川に総額6億。ヤクルトが国内 FA 権を行使したソフトバンク、石川修太投手と26日に福岡市内で初交渉した。小川淳司 GM が3年、総額6億円とみられる好条件を提示して熱意を伝えた。5位からの巻き返しに向け、最大の補強ポイントでもある先発整備は急務。小川 GM が、先発で1年間、ローテーションを守っていけるだけでなく、中継ぎも両方こなせる。戦力として十分に考えられると魅力を口にしていたように。通算56勝で20年に最多勝&最高勝率の2冠に輝いた石川を獲得できれば、大きな戦力アップが見込める。石川は FA 選手との交渉が解禁された15日にオリックスと交渉の席についており、今後は獲得に動いている巨人やロッテに加え、慰留に努めるソフトバンクとの交渉も控えている。ライバルは多いが、ヤクルトとしても他球団に引けを取らないだけの条件を提示。今後も必要なピースであることを伝えながら、状況によっては、高津監督が自ら出馬してラブコールを送る可能性もある。監督が口を出せるのは、ある程度、双方の条件が整ってからで、出揃った条件の下で二度押しする段階になってから。ヤクルトは東京のど真ん中にあるから、意外と選手の人気は高いよな。だから、FA 流出はほぼないし、FA 獲得もちらほらある。他球団はもっと出すような感じですが、今年の成績を見ると、3年6億円でも、不良債権になりそうな気がします。日向かです。残ってもらうのが一番だけど、移籍ならヤクルトが最有力かも。自他共に認める風遣いなので、ホームが屋外球場はアドバンテージ。ここ数年は実績が残せてないものの、現年俸から1億の上積み、かつ外の球場。契約年数3年で FA 移籍とすれば、適正な評価ではないか？なんかダメな気がする。解禁してから日も経ってるし、高津さんいないし。高津監督が出席してないことに文句が多いみたいだけど、多分獲得できないと思って本気じゃないってことだよ。来てくれたら嬉しいけど、俺は今朝の高津同席してない、先発中継ぎの記事を見て、はい、ヤクルト消えたと思ったよ。中継ぎも先発もできるとか、中途半端な起用方法を言われて、選手にどう思われるのか、考えたことないのかな？